東京、羽田空港の滑走路上で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した死傷事故で国土交通省は3日、事故直前の空港管制官と領機との更新記録を公表した。記録によると、海保機に対し滑走路への侵入や離陸の許可は出ていなかった。一方、海保機の宮本元気機長39図が 滑走路への侵入許可を得たと認識していたと海保側に説明したことも判明。国の運輸安全委員会などは海保機側が管制官の指示を取り違えた可能性も視野に調査する。公表されたのは事故発生4分前の2日午後5時43分2秒から事故が起きた時刻ごろと見られる同47分27秒までのやりとり。 管制側から得られた記録で、会話はいずれも英語を用いた航空用語で行われていた。記録では、解放機と管制官との会話は同45分11秒から19秒まで交わされていた。管制官が滑走路付近の航空機の中で最初の離陸予定を意味するナンバーワンと伝えた上で、C5 上の滑走路手前停止位置まで地上走行してください。と述べ、 C 滑走路手前にある C5 誘導路上の停止位置まで走行するよう指示。解保機側は滑走路手前停止位置 C5 に向かいます。ありがとうと復唱していた。その後、両者のやりとりはなかった。一方、日航機に対しては解保機とのやりとりの直前に管制官が滑走路に侵入を継続してください。着陸支障なしと述べ。 滑走路南側からの着陸許可が出ていた。運輸安全委員の航空事故調査官6人は3日朝から現場で本格的な調査を開始、開放機から操縦室内の音声を記録するボイスレコーダーや飛行状況を記録するフライトレコーダーを回収した。今後、解析を試みる。同日午前時点では日光気分は見つかっていないという。 警視庁も3日、業務上過失致死傷容疑を視野に捜査をするため、東京空港署に特別捜査本部を設置。この日は現場検証を行い、滑走路の状況や炎上した日航機の機体を調べた。事故は2日午後5時47分頃に発生。新千歳発羽田行き日本航空516便、エアバス A350 型機。 乗客乗員379人と、海保の羽田航空基地所属、MA-722、ボンバルディア DHC8 型機、乗員6人が衝突し、いずれも炎上、大破した。海保機は宮本機長を除く5人が死亡。日航機は衝突地点から約1500メートル先で停止した後、全員脱出したが、17人が喉に火傷などを負った。